イッチが忘れ物を取りに自宅に帰ると、なぜか家の中からものすごい異臭が漂ってきた。驚きつつも異臭の原因を探るべく、家の中をくまなく見て回ることに。そして、夫婦の寝室から漂ってくると突き止めたイッチは意を決して現場に突する。だが、中にいたのはなぜか夫と見知らぬ若い女。しかしそれ以上に目を引いたのは、ベッド一面に散らばる大量のうんこ。そしてそのうんこにまみれた二人の姿だった。家に帰ったら、入った途端吐き気を催す、ものすごい異臭がしたことってある？昔の話なんだけど、やっと匂いが取れた気がするから厄落としを兼ねて書き越させて。お？なんだ？ガスでも漏れてたのか？道理でこのスレ臭いと思った。案外トイレの配管とかだろ。スレから香ばしい香りが漂ってるぞ。文字通り臭いから閲覧注意って先に言っとく。それじゃあ、詳細を語ることにするよ。その日は仕事を早退して病院に行くつもりで、随分前から予約を入れていた。まあ、予約はしていたんだけど、随分と久々の受診だったこともあり、ついうっかり、家に保険証と診察券を忘れてきたことに退社時に気がついた。幸い予約時間まで余裕があったし、すぐに家に取りに帰ることに決めたんだ。だけど、家に着いて玄関を開けた途端、異臭が鼻をつき、思わず戸を閉めてしまった。恐る恐るもう一度開けたけど、やっぱり異臭は家の中からするし、玄関には見知らぬ靴もある。泥棒がいるかもしれないと思ったけど、正直、異臭の原因の方がとても気になった。だから泥棒に気づかれないように、息を潜めて家の中を見て回ることにしたんだ。しばらく見て回ると匂いの元は寝室だと判明。それに、人がいる気配とガタガタと物音もした。私は台所で入手した武器を両手に一本ずつ構え、足を使って寝室の扉を勢いよく開け放った。待て待て、情報量多い。匂いの元と犯人がいる現場に一致は包丁持って突ったんか。一致たくましすぎるだろう。包丁持ってても現場突したらあかん。警察の仕事だろ。今だったらそう思う。だけどあの時は、大事な家を私が守らないと、と、完全に頭に血が昇っていたんだ。だけど、部屋の中を見たら一瞬で冷静になった。勢いよく開けた部屋の中にいたのは仕事に行ってるはずの夫とベッドの上に見知らぬ女。しかも二人とも全裸。二人が何をしていたかは言うまでもない状況だった。よー。とんでもない現場じゃねえか。そう、だけどもともと異臭の原因を探ってここにたどり着いたわけだから。二人ともまともな姿じゃなかったし、なんなら部屋もまともな状態ではなかった。え？ベッドの上はおぶつまみれになっていたんだ。そしてそこに横たわる女も当然おぶつまみれ。床にもおぶつが散らばっていて、なぜか夫は半泣きでおぶつを両手に抱えていた。ちょ、夫何してんだ。マジでわからん。どうしてそうなった？私と夫はしばし見つめ合った後、ほぼ同時に、いやーと、二人して叫び声を上げてしまった。これは、大草原不可避。お互いに意味がわからなさすぎて、とりあえず叫んでみたけ。普通、家の安全より身の安全だろうに。よっぽど大事なものでも置いてあんのか？家のために命かけるとか普通しないよねー。説明ついでにスペック語りがまだだったから、続きを語る前にさらっと書いとく。まあ、流し見でもしといて。その当時の私たちは、結婚5年目の30代こなし夫婦。いずれ子供と暮らすことを夢見て、念願のマイホームで暮らし始めた頃だった。あ、なるほどな。確かに新築への暴挙は許しがたい。納得だ。まあ、だけど現実は厳しく、子供がなかなかできずに、辛い不妊治療に通う日々を送ってた。それに夫はあまり協力的ではなく、適当にやっててもいつかできるって、俺の先輩も何もせずできたって言ってたし。と言って、病院からの指示で禁欲期間を設けても、勝手に AV 見ながら抜くし、この日にしたいって事前に伝えても、勝手に予定を入れてすっぽかされることもあった。かといってそのことで文句を言っても、だけって言われてもな。はあ、まず、一致には若さが足りないんだよ。だから俺がしたくなるように、もっと自分を磨くとかさ、そういう努力しろよな。若さ？おいおい何言ってんだ？お前も同年代だろ。自分のことは棚上げかよ。ほっといて勝手にできるんだったら不妊治療なんかいらんだろ。夫の頭は飾りか。俺が嫁ならこんなクズとの子はいらんな。のしつけて義実家に送り返したくなる。何回説明しても不妊治療を理解してくれないし、自分だって若さが失われていってるのに、私にだけ若さとか努力を要求してくる、さすがに理不尽に思い始めていた。だから夫が私に何か言えば言うほど、どんどん心が冷めていくのを感じていた。子供が欲しいという一致の思いは無神経な夫の言動により、次第にその気持ちが萎えてしまった。
悩み続けるイッチだったが、ついに、この問題にとある決断を下ろすことに決めた。私はだんだんと自分勝手な夫の行動にも言葉にも嫌気がさし、限界に達してしまった。だからか、夫との子供を産みたいという気持ちは完全に跡形もなくなっていた。気持ちが伴わないまま治療に通い続ける気にはなれず、そのまま不妊治療をやめた。だけど、夫に辞めたことを伝えても、あっそ、の一言だけ。ショックすぎて言葉も出なかった。その日から夫の顔を見るのが苦痛になり、仕事に没頭するようになった。だけど、離婚を選ぶという選択肢は、この当時の私の中にはまだなかったんだ。一方で夫は私が仕事に時間を割くようになると、解放されたと言わんばかりに、自分のためだけに時間を使うようになり、私と過ごす時間は格段に減った。それだけではなく、今流行りのアイドルが着ているような服を好んで着るようになったし、今までは SNS に興味はないと言ってたのに、インスタや X でいた知識を。イッチは知らないと思うけど、今はこういうのが流行りなんだってさ。え？やっぱり知らないのか？遅れてる？お前のセリフがすでに時代遅れと言いたい。若作りおじさんの方が見てて痛々しいからな。アイドルの真似してもな、いきなりシャレオツになるわけでもあるまいし。そんな冗談はよしこちゃん、どうせ自慢をしたいだけだろ？ちゃんちゃらおかしいわ。どれも死後、それより、急に趣味思考が変わった原因は別棟への女だったってことだろ？漏れなくうんこつきのな。そういえばそうだった。はようんこまみれの理由詳しく。イッチが夫との関わりを避けた結果、夫は持て余す性を発散すべく若い女へと走る。そればかりか服装や思考までも若い恋人に合わせて振る舞うようになっていた。夫の行動に怒りを募らせるひよこ民たちだが、イッチの語るうんこの真実に戦慄することに。夫は私が仕事に没頭しているからバレないと思い、家に連れ込むという大胆な行動に出た。夫が浮気をしていた事実は受け入れがたかったが、それよりもうんこのせいで頭は混乱していた。それに、未だにベッドの上でこちらに背を向け、身動き一つしない女も気にかかる。混乱しつつも、状況を把握すべく私はひとまず叫ぶのをやめ、武器を握り直した。まだ叫んでたのか。武器を向けられたことにビビった夫も、叫ぶのをやめてこちらの様子を伺う。お前もまだ叫んでたんかい。って、そういえば包丁持ってたな。私はまず夫にそこに座れと命令。夫はうんこまみれの床の上に全裸のまま正座。そして私は両手に包丁を持ったまま、仁王立ちで夫を見下ろした。完全に忘れてたけど包丁持ち込んでたな。しかも2本も。確かに包丁は怖いよな夫。うんこの上で正座することを厭わない程度には怖い。最初から全部何があったのか、私にわかるように簡潔に説明してくれる？は、はい。その、何から説明したらいいのか、なんで家にいるの？今日仕事だと思ってたんだけど、私の勘違い？え？あ、その、実は有給を取ってまして。あーら、こだわりに家を使ってたってこと？ふーん。で、ベッドで寝てる女は誰？玄関の靴とか服、それに髪色からして随分と若そうな子に見えるんだけど。まさか縁。あ、今はパパ活って言うんだっけ？だとしたら幻滅する。マッチングアプリで知り合ったけど、本人はだ、大学生って言ってて。でも金を渡したことはないから、絶対に、違うから。あっそ。正直、どうだっていい。だけど、いつまでもこっちに尻向けてさ、寝たふり？私は夫が女に寝たふりしとけ、とでも言ったのかと思って聞いてみたら。その、多分酔ってるから本当に寝てると思う。はぁ、酒飲んで寝てる？どれだけ飲ませたのよ。そんなに飲んでないって。確か、飲んでたのは。イッチ到着の2時間前。今日はイッチに内緒で若くて可愛い恋人を自宅に呼んでしまった。初めてのお宅訪問で緊張気味の彼女。そんな彼女の緊張をほぐすために酒も用意したし、昼から酒飲んでしっぽり過ごすなんて、背徳感があってたまらない。本番で泣いたら最悪だから気をつけないと、俺が飲む量は加減しておいて。彼女には程よく酔ってもらわないとな。ああ早く抱きてー。次長次長。はい、乾杯。大学でも結構飲んだりしてるの？はい、よく飲みます。お酒って美味しいですね。ベース早くない？そんなに勢いよく飲んで大丈夫？ゆっくりでいいんだよ。大丈夫ですよ。いつもこのくらいのペースで飲んでますし。あ、体、もう一本もらいますね。あ、待って、そっちは度数が高いやつ。ああ、そんなに勢いよく飲んだらダメだ。飲み始めて15分後。ひたすら酒は煽る彼女。喉の渇きを癒すためだとしてもさすがに飲みすぎでは？ねえ、
ケイコちゃん、その、大丈夫？気持ち悪くなったりとかしてない？ほえ？どうしたんですか？私ならライオーブレヒュから、ムヘヘ。全然ろれつ回ってないよ。つまみもほとんど食べてないみたいだし。ねえ、貧弊しすぎですよ。あ、もしかして、早くわらしとしたいんですね。わらしも体がほてってしたんで、おっとひゃんとしたくなってきました。え？あ、まあ、そういう気になったんなら仕方ないね。ベッドまで動ける？そんなに酔ってないでヒュって。じゃあ、ベッドにお邪魔します。そう言って千鳥足のケイコはベッドに突っ込む勢いで上にごろりと寝転がった。しかし服を脱ぐ俺の横で、ケイコは酒が回りすぎてボタンの一つも外せない。代わりに手伝おうとすると、あひゃひゃひょうひゃひゃふ。と、全くろれつの回っていない感謝の意を述べられた。若干心配になりつつも、元気な息子には逆らえず、ケイコを己の腕にぐっと抱きしめ、いざことに及ぼうとした。だが、ふと違和感を感じケイコの方をちらりと伺うと目をつむり微動だにしていない。寝た？このタイミングで？嘘だろ。ゆすっても全く起きる気配のないケイコ。だけど己の息子はやる気満々。多少悪いなと感じつつ、ケイコの太ももだけ借りることに決め、ローションを手に取った瞬間、シーー、シシシシシーと妙な音が、と、同時に膝のあたりが妙に冷たい、それと鼻につくこの独特の匂いは、おしっこ？は、まさか漏らしてんのか？驚き叫んだ瞬間、抱えたままの彼女の両膝で思わずケイコの腹を圧迫してしまった。そう、腹に向かって足を押してしまった。するとあたりにとてつもない異臭が漂い、生温かい何かが俺の息子に乗っかってきた。思わず視線を息子に向けるとそこには、生まれたてほやほやの温かいうんこ。俺は思わずその場から勢いよく飛びのいた。だけどこれは最悪の選択だった。俺の息子と膝上に座っていたうんこも一緒に移動。酒のせいで緩くなった腹から産み落とされた。かろうじて原型を保つ強度のうんこ。うんこは俺の体から滑り落ち、床へと落下、さらに高さのせいであたりに飛び散る。そして同時にベッドではシーツに染みた尿のせいで、うん染みが広がりつつあった。俺は声の限り絶叫。ベッドから床に移動したせいでうんこの道ができているし、床にもうんこが散らばっている状態。どうしたらいいかパニックに陥った俺。しばらく放心していたが、まずは床に落ちているうんこをどうにかすべく必死に手でかき集めた。やばい。イッチが仕事から帰ってくる前に、絶対になんとかしないといけないのに、うんこってどう処理したらいいんだ？半泣きになりながら、集めても広がる半個体状のうんこをかき集めていると、音がして、入り口を振り返ると、そこには包丁を構えるイッチが立っていた。その時俺の頭の中には走馬灯が蘇り、このまま死ぬことになると覚悟したんだ。そうやって語り終えた夫はなぜか満足げ。だけど私はそんなことよりも、この子急性アルコール中毒じゃない？ほっといたらそのまま死ぬかもしれない。寝てるだけじゃないの？どうしたら？私は騒ぐ夫を無視して急いで119番に電話をかけ、救急車を自宅に呼んだ。ちょっとだけだけど、夫が不憫だと思ってしまった。リラックスさせるための酒があだとなるとか、悪いことはできないって戒めだな。夫が飛びのいた勢いで女が横向きになってたってことだろ？これが本当の不幸中の幸い。幸いの割合が少なすぎやしないか？寝室は取り返しのつかない状況だぞ。夫はマジでクソだな。酔っ払いの解放ぐらいちゃんとしとけよな。クソまみれなだけにな。飲みすぎて急性アルコール中毒になったケイコはゆるゆるになった下半身から、あらゆるものをぶちまけている状態だった。即座にケイコのヤバい状態を理解したイッチが、救急車を呼ぶと、すぐに遠くからサイレンの音が聞こえ始めて。さっき電話したのにもう救急車来たの？早すぎない？サイレンの音は私が電話を切った直後、すぐに聞こえ始めた。だけど到着したのは、警察です。イッチさん、どちらにいらっしゃいますか？開いていた玄関から入ってきた警察官に向かい、私は寝室から力いっぱい叫んだ。おまわりさんこっちです。廊下突き当たりの部屋の中です。私は素早く手に持っていた包丁をドアの死角になる位置に放り投げた。その直後、開いたままのドアから警察官二人が顔を覗かせたが、部屋の中を見た瞬間、顔がこわばった。これは一体。すみませんおまわりさん。どうやら泥棒じゃなくて夫だったみたいなんです。だけど見知らぬ女性を連れ込んでいた上に、酒で酔わせていたみたいで、私がそう説明すると、警察官の表情が困惑から、キリッと仕事モードに変化した。あなたが旦那さんですね。
詳しい話をお聞かせ願えますか？待ってください、違うんです。これは合意の上で。本当にそうなんですか？酒に薬を混ぜたりしているんじゃないんですか？そもそも年若い女性を騙して無理やり、この家に連れ込んだのではないですか？違います。絶対に違います。そんな犯罪まがいのことするわけないです。警官二人は、どうだか、と言わんばかりに冷めた目で夫を見る。まあ、そんな風に見られるのも仕方がない。だって夫は全裸の上にうんこまみれ。これで身の潔白を主張されても、信じろという方が無理な話。100人が100人、おまわりさんこいつです。って突き出すな。夫の不審者感半端ないからな、一致が包丁持ったままなら警官も夫を信じたかも。というか、警察なんて、いつの間に呼んでたんだ？実は家から異臭もするし、見知らぬ靴もあったから、念のために警察に通報してたんだ。無鉄砲に突ってたと思ってたが、ちゃんと考えてたんだな、ちょっと見直した。それから夫は全裸で正座のまま、警察官にしつこく根掘り葉掘り事情を聞かれ、身動きしない女はもう一人の警察官の手により、最低限の救護処置が取られていた。夫が警察官の圧に泣きべそを書いていると、先ほど呼んだ救急車が到着。警察官が到着してから10分も経っていない。なんて素早いんだと若干感動してしまった。救急隊員は部屋や女がうんこまみれなことを気にする素振りもなく、稽古の状態を手早く確認。女の知り合いだと思われた私たちは救急車への同乗を求められた。夫は圧の強い警察官から逃れたい一心で、俺が付き添います。と宣言したが、救急隊員は聞こえなかったふりをし、私に向かって、この方の荷物を持って、救急車へ同乗願いますか？と有無を言わさない圧で言われた。一方ちゃんと聞こえていた警察官は、もう少し詳しく事情をお聞きしたいので、同乗はご遠慮いただけますか？何でもお話しいたします。夫は身の潔白を説明でき次第病院に来て、しかたなく代わりに言ってあげる。すみませんでした。よろしくお願いします。私は半泣きの夫と、圧の強い警察官を部屋に残し、救急車に乗って病院へと向かった。警察官からも救急隊員からも軽蔑されてやんの。救急車がさらに汚れるし、そもそも匂うから拒否されたんじゃないのか。全裸でうんこまみれの変態なんて、絶対乗せたくないし、病院に連れてったらあかんやつ。夫を残し、なぜか浮気相手と共に救急車に乗ることになった一致。病院で夫の到着を待つことになったが、一向に来る気配のない夫に苛立ちを感じ始める。そのタイミングで、病室のドアをノックする音が聞こえてきて。病院に着いたのはいいけど、私にできることといえば持ってきた浮気相手の荷物を漁るくらい。保険証やら身分証を探し出し、病院に情報を提供し終えた後、看護師に断りを入れて、休憩室へと移動。そこでしばらく時間を潰していた。そういえば病院に行くはずだったことも思い出し、ちゃんとキャンセルの連絡もしておいた。スマホをいじっているとやっと看護師に呼ばれ、処置を終えた稽古の眠る病室へと移動。だけど、待てども夫が来る気配はなく、私は苛立ちがピークに達していた。そしてそのタイミングで、病室のドアをノックする音が聞こえた。どうぞ。返事をすると、中に入ってきたのは待ちに待った夫ではなく、一致さんですよね？稽古の容態は？稽古は無事なんですか？ご連絡をいただきありがとうございます。何があったのかお聞かせ願えませんか？登場したのは稽古の両親。実は身元を知るために女のカバンを漁った時、彼女のスマホを発見。ロックもされていない状態だったので、悪いと思いつつ、履歴や電話帳を確認して、彼女の両親の連絡先を探し出し、相手病院に運ばれたとだけ伝えておいた。恵子さんは適切な処置を受けたおかげで、あとは目を覚ますだけだそうです。その、こうなった経緯に関してですが、私より詳しい人がいるんですよ。その人から説明してもらった方がいいので、少しお待ちいただけますか？恵子の両親はキョトンとしながらも、言われた通りおとなしく待ってくれた。だけどお互いに気まずい空気だったので、一層、夫に対して苛立ちが募ったのは言うまでもない。自分の口から独断と偏見に満ちた説明をしてやろうかと思い始めた頃、やっと夫が登場。すまん、エッチ。警察がなかなか解放してくれなくて時間がかかったんだ。警察？まあ、当然の反応ではあるよね。私はにっこりと笑いながら説明を始めた。お待たせしました。この人が詳しい事情を知ってる人です。ですが、まず最初は私の口から簡単に説明させてもらいますね。この人は私の夫なのですが、お嬢さんと肉体関係にあります。要するに不倫ですね。そしてどちらの誘いかはわかりませんが、我が家で密会をしていたんですよ。
そして二人で酒を飲んでいたようですが、どうやら飲み方を誤ったようで、お嬢さんは急性アルコール中毒となり、病院に搬送されてきたんです。一気にまくし立てると、夫の顔面は蒼白に、恵子の両親は顔を真っ赤にしていた。どういうことだ、恵子はまだ19歳だぞ。それなのに酒を飲ませるなんてふざけるな。え、19歳?そんな、大学でよく飲み会に参加してるからって、てっきり二十歳超えてるもんだと思って、知らなかったんです。どうやら恵子は夫に正確な年齢を伝えず、大学生とだけ言っていたらしい。大学で飲んでるからって二十歳超えてるとは限らないでしょ。そんなこともわからないの?それに結婚している身でありながら別の女に手を出すなんて、クズなの?すみませんでした。本当に申し訳ございません。夫が一方的に恵子両親から責め立てられていたけど、いい気味だった。そして、恵子が運び込まれてから4時間ほど経過していたし、枕元でこんなに大声で騒ぎ立てていたから、嫌でも目覚まし代わりになったようだ。頭痛い。って、え?ここどこ?ってなんで?なんでお父さんとお母さんが、夫さんもいるし、え、奥さん、なんで?目を覚ました恵子はあまりの情報量に、フリーズ状態に陥っていた。私はそんな恵子にも容赦なく説明をする。あなたがアルコール中毒になったから救急車を呼んだのよ。それで、ベッドの上はあなたが失禁したせいで、おしっことうんこでぐちゃぐちゃになってて、運び出す時のゴタゴタでベッド周りもうんこまみれになってたの。そして当然あなた自身も全裸でうんこにまみれて、それは悲惨な状態だったわ。でもよかったわねー。看護師さんが全身きれいにしてくれたからうんこはついてない。だけど、拭き取っただけだから、正直言ってまだ臭いわね。恵子の顔はみるみる真っ赤に染まっていく。そして病院着の襟元を広げそっと匂いを嗅ぐ。顔をしかめたので私の話が嘘ではなく真実だとわかったらしい。顔を覆って一言も喋らなくなった。だけど、恵子の両親はそれを許すことはなく、お前は何をやっているんだ。未成年なのに昼間から酒を飲んだ挙句、担ぎ込まれるなんて。しかも平日だから大学は休みじゃないだろ。学校をサボってまで男と会ってたなんて。しかも相手は既婚者だなんて。奥さんがいるってわかってるのに、どうしてそういうことをしちゃうのよ。一人暮らしなんてさせるんじゃなかった。と、友達だって不倫してるもん。もう子供じゃないんだから放っておいてよ。そういう考え方が子供だと言うんだ。それにあなたもあなただ。こんな簡単な嘘に騙されるとは、それに不倫、大人としての常識もないのか?矛先が急に夫に向けられ、夫はブルブルと震えながら謝り続けた。すみません。自分が浅はかでした。大事な娘さんを傷つけてしまい、大変申し訳ございませんでした。もう会わないと約束しますから。自分勝手な人ね、こっちは危うく大事な娘を失うところだった。傷害罪で訴えてやるわ。また警察署に行く羽目に?お願いです。許してください。待ってよ。夫さんは悪くない。私がお酒を一気に飲みすぎただけだから。恵子ちゃん。夫は自分をかばう若い恋人に感動していた。だけど私はそれに水を差してやった。確かに悪いことだらけで、かばえる要素一切ないですよね。私も擁護する気はありません。いっち?だからさ、離婚してくれる?当然あなたが有責だから慰謝料を払ってもらう。それに恵子さんにも当然請求します。18歳を超えてるから当然自己責任で払えますよね。待って、いくらか知らないけど、私お金なんて持ってない。絶対に無理。当然払う必要はあるから払いなさい。もう子供じゃないんだから。さっきそう言っていただろう。よかったな、立派な大人扱いじゃないか。だったら大人としてきちんと恵子の意見も尊重してあげないといけないわね。訴えるつもりでしたけど、示談にしましょう。今回かかった治療費、それと慰謝料。娘を殺しかけたんですから当然ですよね。娘が何と言おうとあなたの罪は消えません。そんな。そうそう、不倫をした事実も消えないから。不倫の証拠も恵子さんのスマホから。大量に見つかったことだし、後で弁護士さんから連絡行くと思う。ちゃんと払ってよね。恵子は勝手にスマホを見られたことを抗議しようとしたが両親の一睨みで押し黙った。途方に暮れた夫と恵子は泣いて私たちに許しを請うたが、当然誰一人許さず。病院内に彼らの嘆きの声だけが響き渡ることになった。酒は飲んでも飲まれるな。まさしくその通り。恵子もこれに懲りて二度と酒には手を出さないだろうな。むしろこれはトラウマ級だろ。酒見ただけで震え上がるレベル。そういえばこれ過去の話だったよな。慰謝料は無事に払ってもらえたのか?あの後すぐに離婚の手続きをして、晴れて離婚することができた。そして家は住み始めて間もなかったけど、うんこ臭いし、掃除してまで住みたくなくて。
財産分与のために売却することにした。もちろん清掃費用は全額夫負担でね。もともと立地が良かったからすぐに売れて、思っていたより高く売れてラッキーだったよ。夫はこの一連の事件が会社バレしていて、肩身が狭くなって自主退職を選んだみたい。一体誰がチクったんだろうね。立地は傷口に塩を塗るタイプか？夫も厄介な奴を怒らせたな、ご愁傷様。それと恵子は一人暮らししていたアパートを解約され、実家に戻された。まあ、家賃は親持ちだったみたいだし、当然の結果だよね。通っていた大学にもこの騒動がバレてたらしく、退学になり、今は通信制で学んでるらしい。その上、彼女の両親は娘を反省させるため、夫から支払われた慰謝料には手をつけさせず、両親が立て替えた慰謝料を働いて返済させているそうだ。実家暮らしだから全額返済に当てればすぐ解放されそうだけどな。若い娘が自分のことに一切お金を使えない状況なんて、死にも等しいのでは？まあ、結局は自業自得。自分で撒いた種だから責任は自分で取るべきだろ。一方の私は仕事に没頭したおかげで、任される案件も増え、順調に昇格してるよ。順風満帆で何より。夫との結婚生活はあれだ、そもそも存在しなかったんだ。なかったことにすんな。まあ、今は恋愛はお休み。仕事が楽しくて仕方がないんだ。一致が幸せだと思えるなら、それが正解なんだよ。一致の未来に幸あれ、今度は臭いすれたてんなよ。家の中から香ばしい匂いがしたので探ってみたら、まさか浮気現場に遭遇するとは。しかもうんこのおまけ付きなんて、とんでもない状況にひよこみんも驚愕でしたね。恵子も命に別状はなかったので一安心ですが、未成年の飲酒はやはり怖いものがありますね。今回は酒のせいで失禁失神という恥ずかしい目にあった話でしたが、皆さんもお酒で失敗した、やらかしてしまったエピソードはありますか？よろしければ、ぜひコメント欄にて教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。ひよこみんからの心理テスト脱皮。A. カレー味のうんこ。B. うんこ味のカレー。食べるんだったらどっちを選ぶっぴ？どっちを選んだかコメント欄にて教えてっぴ。